次に宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。大臣、日曜日に都議会議員選挙がありました。まあ、枝野さんからもお話ありましたけれども、まあ、この夏のオリンピックについては中止あるいは延期、これを掲げました私ども日本共産党および立憲民主党がですね、議席を増やすということになりました。やっぱりですね、都民はですね、一刻も早く、まあ、日常を取り戻したいという思いがあります。まあ、そのためにですね、感染防止に努めているのに、感染を広げるリスクがあるオリンピックをやるのは何事かということだと思うんですね。やっぱりそうしてコロナ対策に今集中するべき時期ではないかと。で、オリンピックはやっぱこの夏は中止して、安心してみんなで応援できる時期にやるべきだと、こういうですね、都民の思いの表れだというふうに私は思っております。大臣はですね、まあ、都議選の結果をどう受け止められているのかと、そしてやっぱこの結果を受け止めてですね、やっぱ総理にですね、やっぱり今からでもオリンピックは中止すべきだと、このことを進言すべきじゃありませんか。田村厚生労働大臣。都議選の結果、私の立場から何か申し上げるということはないんですが、さまざまな政党がそれぞれ議席を増やしておると、また減らしたところもあるということであろうと思いますが、国民の皆様方のいろんなお声というものをしっかりと我々としてはお聞かせをいただきながら、これからもコロナ感染症の予防対策、これをしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。宮本徹君。やっぱり選挙で示された民意というのはですね、やっぱりしっかり政治を受け止めなきゃいけないと思うんですよね。自民党はですね、史上2番目に少ない議席ですから、胸を張るような話ですよ、ね。で、総理だって謙虚に受け止めたいって反省してるじゃないですか。自公で過半数っていうのは届かなかったわけですよ、ね。まあ、都議選前のですね、報道では、まあ、複数の大臣がオリンピックはやっぱり中止した方がいいと総理に進言してたと、こういう報道も出てましたよね。やっぱりそれはもう当然ですね、命と健康を守る厚生労働大臣としては、何よりもですね、やっぱり国民が何を今考えているのかと、それしっかり選挙で示された民意を受け止めて行動すべきだということをですね、強く求めておきたいと思います。その上で、今日は尾身先生、お忙しいところ、本当、いつもありがとうございます。いくつかお伺いしたいと思うんですが、今、感染力の高いデルタ株への置き換わりが始まっておりますけれども、気になる発表がイスラエルの保健省からありました。デルタ株が広がる中で、ファイザー製のワクチンの感染の予防効果が従来の 95% から 64% に低下したと、まあ、重症化予防の効果はそれほど落ちてないということですけれども、それ以外のところでまあかなり落ちているということなんですね。で、デルタ株でワクチンの感染予防効果が下がるということであれば、まあ、今後の対策でどういう点に留意する必要があるとお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。私どもやはりこのデルタ株、まあ、変異株ですよね、まあ、感染力が従来の株のものに比べて強いというのはほぼもう間違いないと思うので、そういう意味では今まで以上に、まあ、これから特にですね、夏休みがあったりお盆があったりいろんなまあ感染がさらに拡大する、まあ、機会があるので、今まで以上に人と人との接触ですね、まあ、人流ということもそうですけど、人流に伴う人と人との接触というものを十分避けて、それからしっかりとした今まで以上にまあマスクを中心とした感染対策、換気、まあ、そういう総合的なことをしっかりやるというのが今まで以上に求められている時期に来ているというふうに私は思います。宮本徹君。そのワクチンの効果が下がっているというイスラエルの保健所のデータについてはどうお考えですか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。イスラエルのデータはこれいわゆるリアルワールドの、まあ、結果でそういう結果が出てきていると思いますけど、それと同時に実験室でのデータでも少し効果が例えば抗体価が上がった血清に、まあ、デルタ株のウイルスを入れてみるとなかなか、まあ、中和が生じにくい、つまりウイルスがしにくいというようなことが実験室でも出ているので、
まあ、こういうことで私はワクチンについては全く効かないということはなくて、まだこのワクチンは、まあ、基本的にはよく効くワクチンだと思いますけど、少し効きが弱まっているということもあるので、より感染対策は慎重にやるべきだと思います。宮本徹君。まあ、より感染対策慎重にやるべきだというお話です。で、まあ、先ほど中妻さんと尾身先生とのやり取りで、まあ、東京の状況のお話がありました。まあ、入院の数も増えてますし、重症者の数も増えてきていると、まあ、効果的な対策を、まあ、早く打たなきゃいけないというお話がありましたけれども、具体的には効果的な対策というのはどういうことを現時点では尾身先生としてお考えなんでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。具体的な細々なことはちょっと割愛しますけど、私は大きく分けて2つ、まあ、3つと言ってもいいかもしれませんが、あると思います。まず1点目は、もうすでに我々の国は基本的対処方針でいろんなことをもうやるべきということを書いてあるわけですよね。それは検査をさらにしっかりやるだとか、まあ、QR ゾーンのこととか、ワクチンの接種というのはもとよりですけど、そういうすでに、まあ、基本的対処方針で国地方自治体が実際にやるんだということを明記したことがあるわけで、それについては私はかなり進んでいると思いますけど、まだ実効性というもので、そこを加速する必要があると思います。それからそれに加えてですね、この今申し上げたような新たな感染力、あるいはデルタ株というようなこともあって、あるいはさらにオリンピックのこともありますよね。でそういう意味では基本的対象に今までに書かれてないようなことも新たにやるということで、まあ、例えば、まあ、これから特に夏休みがあったりお盆があるので、そうなるとどうしても人と人の接触が多くなるので、そういう意味ではなるべく今までも言っていたわけですけど、なるべく今まで普段会うような人との機会を接触するというようなことですねも含めて、あるいはオリンピックになれば、これはまあやるやらないかという話がありましたけど、まあ、なるべく家でテレビを見てもらうというような、これ新たなことですよね。そういうことを、新たなこともしっかりやると。それと同時に3つ目は、ここは非常に重要な時期に来てますので、政府自治体がしっかりした対策を打つと同時に、矛盾したメッセージを出さないように、つまり整合性のある一体感のあるメッセージを出すということも重要だと私は思っています。宮本徹君。それで矛盾したメッセージを出さないということが極めて大事だというお話もありましたけれども、まあ、専門家の皆さんの、まあ、先月の提言でもは、まあ、無観客が望ましいと、まあ、それが一番リスクが低いんだということが提言されてきました。でも今日議論になっておりますけれども、まあ、報道では、まあ、オリンピック、まあ、無観客なのか、それとも小規模な会場には観客を入れるのかと、こういう議論がされていると。その一方で、まあ、大会関係者は別枠だという報じられているわけですよね。まあ、スポンサー、 IOC の関係者、まあ、大会関係者というのは海外から来るだけでも5万3000人ということを言われています。で、報道ではその VIP ラウンジですよね、豪華な食事を出しながら観戦する、まあ、これはお酒は出さないということにはなっていますけれども、それ以外は、まあ、VIP ラウンジも予定通り運営するというふうに報じられているわけですよね。まあ、こうなるとですね、まあ、日本人の観客は入れないかもわからないですけれども、それ以外の IOC 関係者、スポンサー関係者の事実上の観客は入れて、やるということになったらですね、これは感染対策に対して逆行するメッセージになるんではないかと思いますが、尾身先生のお考えはいかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。私どもは前から無観客が望ましいということは申し上げているところです。その上で今委員のご質問の、大会関係者が、まあ、いわゆる別枠みたいな形で言うのはどうかということですけど、私はここはもう前から申し上げましたように、オリンピックをやるんであればなるべく小規模にして矛盾したメッセージを出さないということが非常に重要なので、まあ、大会関係者の人を入れる必要が一部あると思いますけど、なるべく最小限にすることが矛盾したメッセージを出さないために非常に重要だと思います。宮本徹君。基本はそういう方々も
入れないということが一番望ましいと、まあ、確かにそのどうしても入らなきゃいけない、ね、大会関係者で運営をする側の人は入らなきゃいけなきゃいけないかわからないですけども、感染する側でお客さんね、感染する側で入らなきゃいけない人っていうのは基本的には大会関係者ではいないんじゃないかというふうに私は思うんですよね。でそういう人たちがそれこそスポンサーの人たちだとか、あるいはあの五輪、貴族だとかですね、 IOC ファミリーとかいろんなこと言われてますけども、そういう方々が VIP ラウンジでこうね、楽しく観戦していると、これはですねやったら私は本当に感染対策に逆行するメッセージになるのは間違いないというふうに思います。それともう一点お伺いしたいんですけども、この間の報道でサッカーのですね欧州選手権の応援でですね、まあ、スコットランドで大きく感染者が増えてるんですね、まあ、ロンドンにみんなで応援に行ってですね、まあ、いろんなパブで見たりいろんなところで感染をして、まあ、その後スコットランドに帰って、まあ、そこで二次感染も含めて広がっているということなんですね。ですから、まあ、そういうことを見るとたとえオリンピックに観客を入れないということになってもですね、おそらくオリンピックをやれば、まあ、競技場の外でさまざまな形での集まっての応援観戦というのはどうしてもですね起きると思いますよ。私は当然みんな応援したいですから、やればそうするとそれが、まあ、感染拡大の大きな契機になりかねないというふうに私は思っております。しかもイギリスと違って日本はワクチンの接種はそこまで進んでない。そうすると先生が先ほどおっしゃられたように、まあ、40代50代、ですね、こういう層でですね、まあ、重症化する方々がですね、増えていくという危険もあると思うんですよね。ですからやっぱこの段階での、まあ、こういうヨーロッパのサッカー選手権の事態を踏まえてですね、やっぱりオリンピックの感染拡大リスクっていうのをですね、先生がどう見てらっしゃるのか改めてお伺いしたいと思います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。私がこういう席で申し上げたいことは、今オリンピックのに観客を入れるかどうかということが非常に国民的な関心が高いと思いますけど、それはやはり非常に重要なことで、そうしたことに関心がいくのは私は当然だと思います。でその上で一つ、もう一つそれと並行して私は大事なことは、実はオリンピックがなくてもですね、オリンピックというのがなくてもこれから7月、8月、9月のこの時期はですね、もうすでに今東京では感染が拡大傾向にあって、で、まあ、デルタ株のことがある、人流の増加がある、それから季節がこの季節になるとどうしても感染しやすいということが今まで分かってますので、オリンピックがなくてももう感染の拡大が徐々に、まあ、進行してて、もう完全拡大のもうルートに入っておりますから、そのことを我々日本人はしっかりと私は認識する必要があると思います。その上でオリンピックをやるということになれば、当然今委員がおっしゃっているように単に物理的に感染をするということと同時に、やはりこれだけの規模と社会的な関心があるスポーツがあれば当然高揚感というものがあるんで、そういった人々の意識というものに与える影響というものが非常に、まあ、重要だと思うので、そうした観点から私はこの時期緊張感を持って対策を行うことが極めて重要だと思っております。宮本徹君。まあ、人々の意識にも大きな影響を与えると、で緊張感を持って対策が必要だというお話なんですけども、ただですね、実際はそのいろんな緊張感を持って対策を政府がですね、さまざまさらにお願いをしなきゃいけないと、効果的な対策という中でお願いするということに対して、果たしてですね、でも国民にはさらにいろんなことをお願いするのにオリンピックはやるんだと、こういうことになると五輪開催に納得できない方々には、その政府のですね感染対策を呼びかける声がですね一層届かなくなるんではないかと、こういう指摘もあるんですけども、その点尾身先生いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。これはもう私この場で何度も以前からお話をしてさせていただきますけれども、
まあ、以前のはオリンピックをやるならばこれはかなり覚悟を持って感染対策をしないと感染拡大する懸念があるということは申し上げたと思います。その上で、まあ、オリンピックをやるということに今どうそういうことになっているわけですけど、その時に無観客かということは実は我々望ましいということを申し上げましたけど、それは無観客になれば感染の数が減るということだけではなくて、むしろそれよりも一方で多くの人に感染のこれ以上拡大しないように、まあ、お願いをしているところに、まあ、観客が入って先ほどの大会関係者なんていうことのそういう映像が映ることによってですね、多くの人に矛盾したメッセージ、このことが感染という物理的な要素と同時にその部分が今回のコロナ対策というのは人々の意識、人々がどう感じるということが非常に重要な要素になっておりますので、そういう意味で無観客というのは単に数を減らすということでは、接触の機会を減らすということだけではなくて、むしろこの人々に与えるイメージ、メッセージということがより重要だというふうに私は考えております。宮本徹君。人々へのメッセージ、それ無観客というのは一つのメッセージになっていくと思います。大会関係者も含めて全部入れないんだと、これはオリンピックやる場合はメッセージになると思うんですけれども、私が一番懸念しているのはそれでもやるんですかと。そうは言ってもやれば、無観客でもやれば高揚感が生まれて、その外での感染拡大のリスクは間違いなく上がるわけですよね。それが分かっててやるんですかということに対して納得できないという思いは、そこからですね、本当にいろんな感染防止への協力が得られない事態が生まれることを私は本当に心配をしております。私はですね、今からでもやっぱり IOC と相談して時期の問題についてはですね、どうするのかというのをですね、協議を本来しなければいけないということをですね、あえて申し上げさせていただきたいというふうに思います。ちなみに昨日アドバイザリーボードの西浦先生がですね、 SNS で世界的に流行状況が悪いですと、日本も今回ばかりは止められないかもしれないと、本当に別格サイズの採点はするんですかと、まあ、こういうですね発信もされてるわけですよね。私はオリンピックは安心してみんなで楽しんでみんなで応援できる時期にですねやるべきだということをですね強く求めておきたいと思います。それで最後にですね、山井さんからも指摘がありましたけれども、自民党の下村政調会長が低所得者への10万円の追加給付を追加の経済対策に入れ、次の選挙の政権公約にしたいと、こう発言されております。まあ、私たち野党はですね、今年の3月から提案してまいりました。まあ、都議選の審判を受けて、与党の姿勢が変わったことは大変歓迎したいですが、ずいぶん遅いなと、今困ってる人たちがいるわけですから、これはですね、すぐに具体化すべきだと思います。合わせて子育て世代の給付金も含めてですね、これはもう子どもの貧困法8周年の集会がありました。そこでも関係団体から給付金求める声がありましたので、これもすぐに具体化すべきだと思いますが、大臣の尽力を求めたいと思いますが、いかがですか。田村厚生労働大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。一人親のですね、子育て世帯に対しての、今般の生活支援の給付金は、これはですね、もう順次配っていただいているわけでありますが、言われました二人親のご家庭に関しての支援金に関しましては、現在市町村で準備をいただいても、支給を始めていただいているところもあると思いますが、そういう状況であろうというふうに思っております。これは協力しながらしっかり早くそれぞれのご家庭にですね、この給付金が行くように我々も努力してまいりたいと思います。その他さまざまな政府といたしましてもですね、今般のコロナに対する対応は行っておるわけでありますけれども、それぞれの政策が必要な国民の皆様方にしっかりと行き届くようにこれからも努力してまいりたいというふうに考えております。宮本徹君、申し合わせの時間が来て、これで終わりますけれども、それこそ感染対策に必要な毎日の不織布マスクも買えないと、こういう過程があるわけですよね。ですから、しっかりですね、早急に低所得者への給付金と子育て世帯への給付金は具体化するということを重ねて求めまして質問を終わります。ありがとうございました。